ね、もう皆さん多分全員答えが一致すると思いますね。負けろです、負けろ。10分注文してんだから9本じゃ足りないから1本持ってこいって言いましたけども、必ずしも持ってこれるとは限らないわけですよ。ただ原則っていうのは必ず例外があるんですよ。で、例外っていうのはテストに出やすいんですね。はい。棚田女性著書の不動産大学。民法改正契約不適合責任第9減額請求権編ということで、 えー、今回もですね、契約不適合責任引き続きやっていきたいと思います。前回は、飼い主に新しく新設された追加請求権というとこについて詳しくやってきました。で今回は、新しく創設された飼い主側の請求権のうち、もう一つですね、えー、代金減額請求権やっていきたいと思います。代金減額請求権、ちょっともうネタバラシしたというような感じなんですけども、代金減額請求権というのは、方々に言うと負けてくれって話ですね、負けろって話なんですけども、ちょっとこれも話もですね、ちょっと事例ベースでやっていきたいと思います。あまり条文ベースでいくとですね、頭がちょっと硬くなってしまうので、で できるだけイメージでですね、ちょっと記憶に残るような感じで覚えていった方が民法はあの試験で解きやすいので、できるだけあの印象に残るようなですね、ちょっと動画にしていきたいと思います。まずですね、前回やった追加請求権、ちょっと復習したいんですけども、まず契約ですね、契約の内容に適合してるかどうか適合してないんであれば、まず適合させるよというのがまず筋じゃないですか。 これは水管請求権ですね。酒屋さんのお話でちょっと例えました、まあ。私の実家居酒屋というところもあってですね。お酒を10本注文しました。日本酒を10本注文しました。10本注文したのに9本しか持ってきませんでした。もうこれで契約としては成り立ってないですよね。10本注文してのに9本しか来てない。1本足りませんということになります。で、こうなった場合に居酒屋さんの方ですね。飼い主の方が言えることっていうのが、もう1本持ってこい。 これは追加請求権ですね。当たり前ですね。すごい当たり前のことを、なんか偉そうに言ってますけど、当たり前です。これは追加請求権なんですね。これがまず大前提なんです。契約不適合責任が発生した場合に、まず解決の方法として追加請求。これがまず原則です。 なぜならこの解決方法が一番シンプルだからなんですよね。シンプルだし筋が通ってるんですよ。契約書のもともとお互い合意していた契約書の内容通りにしろってことなんで、一番筋が通ってる解決方法なんですよ。ただ、もう一本持ってこいって今言いましたけども、10本注文してんだから9本じゃ足りないから一本持ってこいって言いましたけども、必ずしも持ってこれるとは限らないわけですよ。居酒屋の方がですね、酒屋さんの方に2本持ってきてっていうふうに言ったんですけども、酒屋がいつになっても1本追加で持ってこない。いつまでたっても待てと暮らせも持ってこない。 二日経っても三日経っても持ってこない。こういうふざけた酒屋もまあいることもあると思うんですよ。じゃあこういう場合にじゃあ次の解決方法としてどういう解決方法があるかって話なんですよね。皆さんどうですか今居酒屋さんの方で一本全然来ない。どうします皆さんだったら。なんて言いますか酒屋さんの方に。なんて言いますか、ね、もう皆さん多分全員答えが一致すると思います。ね。負けろです。負けろ。 値引きしなさいってことですよ。当たり前ですよね。今ちょっと10本いくらで買ったかにも言いますけど、例えば10本を、じゃあ、例えば1万円で買ったとしましょうよ。9本しか来てないんだったら9000円にしろって話ですよね。これを代金減額請求権っていうんですよ。すごい偉そうに言ってますけど、当たり前ですよね、これも。<laughs> 10本頼んでるのに9本しか来てない。追加の1本持ってこない。だったら安くしろっていう話ですよね。当たり前です。これが代金減額請求権です。 めちゃくちゃ当たり前の権利をわざわざ創設しました。でここで覚えておかなきゃいけないのは、あくまで追加請求が先です。ね、追加請求、まずは契約書の内容通りにやりましょうよっていうのは大前提です。大前提なんですけども、それで追加請求をして、ある程度の期間を定めてですね、追加請求したのに、その期日までですね、酒屋が1本持ってこない。持ってこない場合に、初めてここで税代金減額請求ができます。だからいきなり負けろとは言えません。そこはさすがにちょっと酒屋さんの方も酷なんで、持ってくる機会ぐらいは与えてあげてくださいということですね。売り主の方にも。そこは ちょょっっとと考えててあげましょうよってことです、ね、だからいきなり10本持ってきて9本しかないからじゃあもう今すぐこれ9000円なっていうふうには言えないってことです。まずは持ってこさせるチャンスを与えてあげましょうってことですね。売り主の方に。ここポイントです。ただ原則っていうのは必ず例外があるんですよ。 で例外っていうのはテストに出やすいんですね。でこれちょっと例外事故が結構あるんですよで。どういう場合かちょっとやってきますねこれ。これもですね、結構当たり前のことなんです。当たり前のことなんで、なんか暗記しようとか覚えようとか思わなくていいです。ちょっと流して聞いてみてくださいね。先に事例からやっていきますね、事例から。さっきのじゃ酒屋さんのケースでいきましょう。例えばですね、さっき日本酒で話でやりましたけど、じゃあ例えばポジョレーヌーボーとかですね、そういうすごい格式高いワインだとしましょうよ。すごいいいワインを10本注文しました。もうすごい希少価値の高いワイン10本注文しましたが、9本しか来ませんでした。この場合に、例えば追加 で残り1本持ってこいっていうふうに言いたいんですけど、もうそのや、もうワインは世界にもう何本しかないっていうですね、すごいヴィンテージもののワインなわけですよ。で、追加請求しても絶対もう1本手に入らないんです。もうどうしようもないんです。9本しかないんです、日本に。そういう場合、どうしたらどうしますって話じゃなんですよ。追加請求して期間を与えて、その利用者の方にチャンスを与える意味ありますかないですよね。ないですよね。こういうふうに追加するのはもう不可能な場合。不可能な場合に関しては、 もういきなり代金減額請求していいですよっていう話です。一応法律的に言うと、追加が不可能なとき、追加が不可能なときっていうのは、いきなり代金減額請求できます。もう法律的にですね、いちいち面倒くさい手続きっていうのは省きたいんですよ。だから、代金減額請求はいきなりできます。もうなぜなら、もう追加できないのに追加するのをしてくれっていうふうに言って待ってるだけ無駄だからですね。はい。ただそれだけのことです。だからこういう場合はいきなり追加請求できます。これも、試験で出ても、出てもその場で考えれば分かる話ですね。はい。じゃあ次。 例えばですね、まあ、さっきの酒屋さんのお話ですね、じゃあ日本酒10本注文しまして9本しか持ってこなかった、1本持ってこいって言ったとします。その時に、酒屋さんの方がですよちょっと頭おかしいのか分かんないですけど、1本持ってこいって言ったら、嫌です嫌です持ってきたくないですって言ったとします。最悪な酒屋ですね。そんな酒屋とも多分取引しないと思いますけど、こうなった場合はどうだと思いますかそれでも事項の追加請求しなきゃいけないと思いますか 無駄ですよね。持ってきたくないって言ってるんですから。酒屋もう一本持ってきたくないです。無理です。もう忙しいんで無理です。っていうふうに言ったんだったら、もう追加請求させるだけ無駄ですよね。だこういう場合、こういう場合もいい、いきなりじゃあ負けろって、その場ですぐ言えるってことですね。ねこんなこといちいち説明しなくても、大体皆さん日常的にそうやってますよね。いや、ごめんなさい。もう一本持ってくるの無理ですっていうふうに言われたら、じゃあいいよ。もう持ってこなくていいから、もうじゃあその分負けろっていうふうに言いますよね。こういうことですよ。これができるってことですね。まあ、これを法律用語的に難しく言うと、売主が追加を明確に 拒絶した時まさに今ですよね酒屋が明確に拒絶しましたもう一本持ってくるの拒絶しました理由はよく分かりませんもそういうことってあるんです。 だからもう理由をめ、結局、明確に売り主側が拒絶したら、もう結局、追加をさせたってしょうがないんですよ。だこういう場合は、いきなり代金減額請求できます。まあ、その方が解決方法として、逆にシンプルになるんですね。金負けろって話ですね。じゃ次の事例いきますね。もうちょっと事例ばっかりですけども、事例で覚えた方がわかりやすいんですよ。代金減額請求ですね。結構例外事項が多いんで、覚えようとするとめんどくさいんですったら、イメージで覚えとけば暗記しなくて済むんで、ちょっと事例でいきますね。例えばですね、ちょっと酒屋のちょっとあの例えばっかりでちょっとつまんないんで、これちょっとおせちでいきます、おせち。 ね、去年からもう毎年毎年おせちのトラブル多いですよね。おせち頼んでるのにおせち来ないってもう最悪ですよ正月から。こういうことの去年も一昨年もありましたよね。おせち頼んでるのに当日おせち来なくてめちゃくちゃ怒ってっていうのがいきなり正月のいきなりのニュースになるってよくありますよね。 例えばこういう場合ですね。おせちを注文しました。例えば10個注文したとしますね。10個注文したのに5個しか届かなかった。この場合に、追加請求したとしますよね。お前何5個しかも入ってねえじゃんこ。家族全然足りない。早く10、早く残り5個持ってこい。って言ったとします。言ったとします。で、売用がもう、すいません。持ってきます。持ってきます。わかりました。つっ,ってですね。言ったんですけど、次に出た言葉が、すいません。じゃあちょっとあと10日後に、10日後に持ってきますから。ちょっと、あの、材料がちょっと足んないんで、あと10日待ってください。というふうに言ったとします。これさっきの境の事例とかであれば、まあなんとかなるかもしれませんよね。 10日はちょっと長いかもしれないですけど、まあ、5日とかですね、それぐらいだったらま待ってあげてもいいかもしれませんよ。ただ、おせちですよ、おせち。お正月に食べるから意味あるんですね。10日なんか待っち,ちゃったら、もう親戚一同、もうみんな仕事始めで、もうい帰っちゃってますよ、田舎から。都会にも戻っちゃってますよ。で、そんな時におせち残り5つ持ってこられたって、どうします、どうなんですかって話ですよねで。相当の期間を一応定めて、一応、履行再刻しようっていう風に一応、追加請求で言ってますけども、こういう場合もあるわけですよ。ね、おせち料理、おせち料理、正月にあるから意味がある。 ね、後から持ってこられたって困るんですよ、飼い主の方は。じゃあ、こういう場合に、皆さんだったらどうしたいですかもう正月、もう一、元旦ですよね、元旦に、おせちが10個来るはずは5個しか来なかった。で、次、持ってこれるのはもう正月だけだっていうふう風に言ってるんですよ。皆さんだったらどうしたいですか負けろって言いたいですよね。じゃあ、もういいよ。10個買ったけど、5個しか来てないから、5個分の代金にせえって。 言いますよね。これをそのまま条文に書いただけなんですで。ちょっと難しく読みますよ。契約の性質等から特定の期限までに履行がなされなければ契約の目的を達成できない場合においてその期限を一したとき。ねえ、こういうふうに読むと分かりづらいですよね。分かりづらいんですけど、事例先聞いてるとちょっと結構スッと入ってきますよね。こういう場合です。例えば、あとクリスマスケーキとかですね。母の日のカーネーションとかですね。いやね結構いろいろ試験対策の動画でいろんなことに例えてますけど、私はちょっとお世辞に例えてみましたね。トラブル本当に多いんで。 という場合ですね。本当、もう季節物とかですね、そういうの、タイミングにそれがなければ意味がないっていうものに関しては、追加請求したとしても、買い主側としては困るんですよ。あ後から持ってこられたって意味ねえよって話になるんですよ。例えばクリスマスケーキを作っているようなケーキ屋さんが、業者にですね、バターとかなんか材料を発注してて、クリスマス前だから大量に発注してるのに、納品されるのはクリスマス後になっちゃうんだったら、追加請求したってしょうがないんですよ。 代金減額しろって話なんですよ、ね、そういう場合にちゃんと明確に代金減額請求権という経理がありますよということにしてくれたんですね。で最後ですね、これ、あの追加請求の時もありましたけども、追加請求ですね、貸主の,のせいで契約不適合になっているような場合に関しては、追加請求できないって話をしました。内見した時に壁紙,紙自分で破いたのに、契約の所を受けた後に売り主に対してですね、これ壁紙,紙破れてんじゃねえかっていうふうには言えませんって話をしましたね、当たり前ですって話をしました。これ、代金減額請求でも同じです。まあ、事項の追加請求できないんだから、代金減額請求できないのも当たり前ですよね。 これもまあちょっと一応、覚えておくというか、一応聞いておいてください。これも追加請求と同じですけども、代金減額請求権をです,、ね、するときに、売り主側の責任があるかどうかというのは関係ありません。これも 一緒です契約不適合責任なんで、えー、追還請求の時と一緒です。酒屋さんの方がですね、いや下請け業者の方の箱詰めの方のミスなんですっていう風な場合だとしても、売り主,のし売り主として責任を取らなきゃいけない。結局、売り主の方自体に何も責任がなかった、なくない、えー、下請け会社の責任なんだ,けだったとしても、それは関係なく責任を取らなきゃいけないという、まあ、フェアなルールになっているということですね。で、これは代金減額請求です。まあ、結構長くくやってきましたけどもも多分頭からもう一回聞くと かかりますか当たり前のこと言ってます、当たり前のこと。実際、そんなことを契約書に書いてなくたって、契約書というか法律に書いてなくたって、やってるんですよ、皆さん。日常的な取引の中でやってるんです。やってるんですけど、これはきっ法律に書いてなかったんですよ。それを書いたというだけのことです。非常に簡単なことですね。覚えるというよりも、皆さんの常識をわざわざ法律に書いただけなんで、皆さんの常識でほとんど解けます。一応、この動画を見て、ある程度復習しておけば、もう契約不適合責任なんて全然怖いことないですから、ね。という形になります。 はいということで、今日の動画役に立ったという方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、えー。徐々にですね、登録者数も増えてきてまして、再生回数も伸びてきています。皆さんのおかげですで。最近コメント欄も増えてきてですね、いろいろご質問ですとか、リクエストですとか、たくさん入れていただいて、本当にありがとうございます。できるだけですね、リクエストにいただいた、えー、論点に関しては、必ず動画に上げたいと思ってます。優先的に動画にしていきたいと思ってますので、ぜひですね、いろいろ質問していただいたりとか、聞いていただければと思います。あの今後もですね、とりあえずは、達見試験、宅見試験、特に今年は 回数ありますんで、その辺を中心に徹底的にやっていきたいと思いますんで、ぜひこの動画を見ながら、えー、できるだけ楽しく面白く気楽にできるようにと思ってます。あまりですね、気合入れすぎるとなかなか試験って勉強って長続きしないんですよ。 ね、結構疲れてくるんです。だからそういうのはあんまり良くないという風に思ってますんで、まあ、できるだけですね、謎が続きするように、興味を持っていただけるように、楽しんでいただけるようにというような感じの動画を目指してますので、まあ、あんまりちょっとですね、すごい真面目な感じのちょっと動画じゃないかもしれませんけども、ただその方が覚えやすいという場合もありますので、まあ、ぜひですね、試験勉強に活用していただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ではまた。